お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、こちらの迫撃ディガーのデッキをですね、まあ使っていきたいなと思いますね。そうですね、新カードのアウトローが入った、まあ、迫撃ディガーなんですけど、そのもうすでにまあ何て言うんですかね、アウトロー入りの迫撃ディガーがめっちゃ強いって言われてるんですよ。もうすでに強いって言われてますっていうことでいきます。で、僕がここの吹き矢にしてるんですね。ここ基本なんかガゴムレだったり、まあなんだろう、槍ゴブでガゴムレみたいな、まあガゴブレですかね、が多いんですけど、僕はちょいとなんか吹き矢が最近来てるんで、個人的に、まあ、吹き矢を使っていますということで、意外と中身はなんかいろんなパターンがありますね。ウッドザップの2スペだったり、ザップだけで何ですかね、槍ゴブがいたり、ガゴムレがいたりみたいな、なんかいろんなパターンがあるんですよね。スペル2つだったり1つだったり、なんでまあそこはお好みかなと思います。で、しょっぱなまあディガーを飛ばして、ここのバルーンにはあれですね、コウモリ出して、やばい、これはもっと早く出しとってもよかった。あー危ない。で、まあ相手はミニペッカにバルーンで、コウモリ。なるほど。で、このデッキ、あれですね、まあ、2スペなんで、こういうプリンセスとコウモリが入っている相手とかに、結構立ち回りやすいのありますね。で、このなんか来そうなんで、バルーン。来なかったけど、これを逆に、この盾と、まあ、アウトローガールで、こうターゲットを取りつつ、迫撃で攻める。OK。で、これはもうザップ、OK。でもこれが入りますね。大体はこれバルーン来ても、コウモリも吹き矢もギャングもありますし、その空に対してめちゃくちゃ強いんですよね、迫撃ディガーが。なんで、まあ。ラバとか引いたらもうこれは勝ったなというか、もうこれは勝たないといけないなと思っていいぐらいですね。はい。安定です。マジで安定。最近やばいですよね、本当に。いや、マジでなんか、設定から、そのちゃんと音声コントロールが何オフになってるかどうかを確かめてオフにしたんですよ。オフにして今オフになってるはずなんですよ。ですけど出てきちゃう、やばいですね。オフに切ってるのに出てきちゃうんですよね。で、ここのまあミニペックはしょうがないとして、そのギャングとかがなかったので、で、まあここはプリンに打って打ってすることはないです。まあ防衛しつつ、あじゃディガーで攻めたりすることもできますし、迫撃で攻めることもできますし、本当にもうただ出してるだけで、なんかいろいろ、まあ出してるだけ言ったら出してるだけです。本当にだってこれはもうアウトロー出してあげても、耐えた。オッケー。本当にで、もうこれ迫撃入ってますし、で、迫撃の強いところって、これ1個取った後に、この引き込まれるんですよね。この防衛迫撃がマジで強い。で、この、はい。とね、この、吹き矢も強いですし、ちょっと待って、やばい。それはやばい。聞いてない。でも、これはコウモリもギャングもあるんで、OK! 耐えた。それではグッドゲーム。って言った感じって言っても、何も言ってないんですけど、いや本当にマジで空、対空来たらまあ美味しいですね。やばい、頻度が上がってきた。で、初手迫撃はやってもいいのかな。でも基本待つというか、初っ端から置くのはヤンキーなんで、ここはアイスイズム使ったんでコウモリもつけてあげて、やばくね？ちょ待って。お前来すぎ、マジで来すぎ。待って、今ホグ来た、絶対ホグ来た、マジで来た。本当に。やばくないですか？なんでそんな来る？相手はアイスイズメガゴのホグなんで、墓石入りの遅延系のやつですね。で、ここは、このアイスイズにやってあげれば、OK! ターゲット取って、相手はトルネードを使用しない。気持ちタップ。OK! アイスイズ処理できたんで、まあ。でも、アーチャーの火力が高い。
かえることによって今処理できましたね。でホグに対しては 2.6 ホグに対しては結構相性いいんで、迫撃リガーはでもこのホグだとどうなんですかね。防衛迫撃からの攻めですね。これで相手何も出さないで一発入っちゃうんですよね。一発何発か惜しい。これ打ってあげて転がしてあげればさらに一発入ってましたね。でまあまあまあ攻めすぎずというか、まあしっかり様子を見つつですね。でまあアウトロー出してあげて、ギャングあるんで、不規約ギャングどっちかをしっかり生かしたいところですね。でこれメガゴ来て不規約出してここに多分ウッド使ってくるんで、その後はホグはギャングでしっかり守りたいです。使ってこない、あ使ってきた、まあまあで、トルネで金融機動されたくない。でこれは繰り返しです。相手もそれを分かってたんで、もうすぐ墓石を置いてきました、ね、でこれはウッド転がしてあげたら、いけ、あーアイスボールですね。相手がタイミングよくアイスボール出したんで、そっちにターゲットいっちゃいますけど、これはもうどっちか生きてほしい。あーじゃ、僕も迫撃リガーがめちゃくちゃうまいわけじゃない。言ったら下手くそに入るかもしれないぐらいけど、もうこの敵はめちゃくちゃ、あーこれトレネード座れる、いや座れない。そうこの敵はめちゃくちゃ強いらしいんですよね。迫撃ディガーが今めっちゃ来てるらしくて、吹き矢がやばいですもんこれ。あーお前すぐどっか行けよ。あもうただ迫撃ここに置いて、よいしょ。このアイスイズ厄介ですね。あこれはもうウッド転がしてあげたらアイスイズ処理できて、あとはディガー削りをしながら、待ってごちゃごちゃしてる、めっちゃごちゃごちゃしてる、マジでごちゃごちゃしてる。ただ吹き矢が生きてほしい。でホグは漢方 OK で、しっかりここ攻めたいですね。この吹き矢がウッドでやられてももう一回吹き矢出せるんで、やば OK。 あーなるほどね、吹き矢頑張れ。なるほどね。でここは一発入りますよね普通に。で入らないの、大体はウッドなんで、いやこれ惜しい。コウモリで防衛してからのもう端前で出してあげて、もう迫撃も出してあげて、でこの敵の結構注意するところが一つあって、まあ、意外と高回転なんで攻めれますし守れるんですけど、その相手の残り、まあ、4,500 とかになった時にやっぱスペルがポイズンとかファイブがないんで、やっぱウッドザップしかないっていうのがあって、ディガー残り 4,500 をディガーとスペル削りだけで削ろうとすると削りきれないことが多々あります、多々あります。まあマルチだとですね、グラシアレだとまあ時間が長いんでわかんないんですけど、そのあれですね、本当に残り 4,500 だからといって、まあマルチですね、迫撃応報を置いて引きこもって削れるわと思ってたら全く削れずというか、あとほんのちょっと30ぐらい残って引き分けみたいなことがよくありますね。なんで最後残り400、500だからといって削れると思って引きこもるんじゃなく、まあ引きこもるのもいいんですけど、引きこもりながらさらに攻めるのも大事ですね。一回一回攻めるだけですごい変わります。で、まあ、ここはアウトローで受けてあげて、そうですね、まあすることなかったら、あーなるほどね、ここはディガーでどうするとなかったら、ギガー飛ばしてコウモリ出してフキアも出して、これになんかザップが来たらで来なかったですね。来たらギャング、まあ、来なくてもギャング、まあ、ここは来た、こっちが来たところで何にも意味ない、大丈夫、オッケーオッケー、ふーといった感じなの。ペッカですね相手は、ここは勝ちたいですね。トリプル C、 トリプル C ってすごいな。まあ、迫撃を置いて、いやこれは惜しい、ゴブガに当たらないまである。でこれ相手ペッカゴブ、あそっちか、これペッカゴブガザッピーですね。いや懐かしい、久しぶりや。オッケーでここはオッケー、相手ウッド、ウッドかな、ウッドっぽい。ここを守りたい、ここ延命したいですね。このちょっとの延命だけでも迫撃一発が火力高いんで、あーまあまあまあ
発入るだけで何分やこれ228入るんで、でここで回転範囲で相手5分ぐらい回ってないんですよね。でここ相手はペッカーで受けるしかなくて、ここはまあもうこうなってきたらこの迫撃はもう相手の後ろ殴るんで、よいしょ、でギャングとコウモリとまあでやってあげてもリガーを、あーそれこれはもうギャングだったりコウモリでカウンターできると思ったんですけど相手のポイズンで処理されちゃいましたね。でも吹き矢でここの吹き矢をやられたくない延命、あーえやば、そんな奇跡的なことある。でここは迫撃砲をここに置いても五分ぐらいにターゲットいっちゃうんですよね。なんで一回防衛、あこれずれましたずれました、もう一マス奥ですね。そしたら五分ぐらいにはターゲット取るんですけど、まあまあ結構です、することないんでスペルでザッピーとあれを削りつつタワーするでしっかりターゲット取って、でまあこの吹き矢が優秀で、この相手の奥の五分ぐらいはヌーブス、おいしょ、でこれはここでしっかりディガーでまあ五分越えを壊しつつですね、おいしょ、で相手もギャングさっき裂いたので吹き矢にこれでしっかり延命させてあげれば大きい、あー延命できなかったな、まあまあまあ OK。 でこの吹き矢のもうミリ残り吹き矢が強い、弱かった、まあまあペッカにはさすがに勝てないですね。でここ多分ポイズンされる、された、いやしんどいな、高回転ってめっちゃ疲れるんですよね、ほんとによくない。おお相手はギャング読みやんちゃっすね。でこれも攻めてあげて、あー相手もなかなか頑張るな、でアウトロー出したい、あーこれはターゲットを取る、 OK、 迫撃の、あーそこで来るか、あ待って、もうほんとにやばい、今のはもう見てないことにしてください、本当に見てないこと、いやマジやばいんすよね、なんでお前めっちゃ来るやん、いらないいらないいらない、ちょっと待って本当にいらない、マジでいらない、やばいんすよね最近、なんか音声コントロールの出てくる率がやばい、いや本当にやばいんすよね。でここは相手はまああれなんですよ、あのウッドだったんでしっかりまあ、ダメージ多少は受けますけどコウモリで防衛してあげて、まあ、落ち着いて、でここで攻め迫撃が必要なんですよね。守ってバックだと結構相手もポイズンで しんどいんで、で小屋を削りつつ、あもうこれは相手スペルがウッドなんで、ここ迫撃を守ってあげればザッピーでターゲット変えられない限りは勝ち、 OK ということで、意外と疲れたな。ゴブゴヤとかはボス切りが結構邪魔ですね。そこはまあ吹き矢で、端前の吹き矢でまあしっかり処理してあげればもっと楽に勝てたかなと思います。という感じで今回はこんな形の動画になります。ではありがとうございました、バイバイ。